びっくりした。ユナ、正直に答えてください。エルナの声、怖い。ちゃんと私の指示した通りの座標を入力しましたか？え？そんなのもういいじゃないの。ちゃんとついたんだし。ちゃんとついたって言ったって、もう少しで衝突してバラバラだったんですよ。わーい、わーい。ティアン星域の巨大惑星バルムードは、木星タイプの太陽になり損ねたガス惑星である。この珍しくもないガス惑星は、人類にとっての主要なエネルギー源であるヘリウム3を豊富に含んでいたため、早くから開発が進められた。現在は多数の浮遊都市による国家連合体が形成されている。雲の影に隠れてたくさんの都市があるんだ。面白い。まるで雲の海に点在する島のようですね。解放の書ってどこにあるのかな。
うやって見ると実物の方が足太いね。失礼ね、ポリポリ。もしかして、もしかしたらアイドルの神楽坂ゆなさんですか？俺ファンなんです。よかったら、いやー助かりますよ。ポスターなくなっちゃったからどうしようかと思ってたんですよ。よろしくお願いします。こんなに。サンキュー、助かるな俺。店長に褒められるかもしれないしさ。もし時給が上がったら俺もゆなちゃんの CD1 枚ぐらい買うからさ。こういう人っているんですよね、どこの世界にも。疲れちゃった。どっかで休もう。なんだい、嬢ちゃん食べるのか？
食べたいけど、お金持ってきてないんです。あ、そうかい。おじさん、美味しそうね。当たり気で。美味しそうなホットドッグね。しょうがねえな。ほら、おごり。はい、ありがとう。どうだい、うめえか？おいしい。そうけそうけ、うめえかい。最近はこういう屋台物をな、下品だとか言いやがって見向きもしねえ女が増えてるっていうのに、大したもんだ嬢ちゃんは。こんなに美味しいのにね。この前もよ、なんだかあんこ食うお嬢様とかいうやつがな、下品とかふざけたこと言いやがってよ。おじさん、ごちそうさま。おう、また来なよ。ユナ、聞きましたか？え？マスタードが？ツンと来たけど美味しかったよ。その菊じゃなくて、話の菊ですよ。ほら、あんこ食うお嬢様といえば。と、言えば？暗黒お嬢様でしょう。あ、そっか。
チクショー、うん、なに？あれ？行ってみましょう。ねえ、大丈夫ですか？泣かないでください。ね。ひどいのよ。私の預かっていた図書館を、宇宙で一番大きな空中図書館を変な女に取られちゃったのよ。そいつ、暗黒お嬢様とか言って、あたしを追い出したんだから。きっと、あの本を悪いことに使うつもりなんだわ。そんなの、本がかわいそうよ。それって…その本がきっと解放の書ですよ。お姉さん、大丈夫よ。きっと図書館は取り返せるよ。ユナ、空中図書館へ行きましょう。
宇宙っていうぐらいだからシャトルで行くんじゃないの？まだ動いてないよ。どうする？